はいどうも、ちえほんです。今回はこちら、Google Pixel 7、7 Pro 来たーいよいよ正式発表されました、Pixel 6、6 Pro の後継機でございます。いやー、待望ですね。 一体どんな機種になっているのか、この動画では分かりやすくスペック比較解説していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速、Google Pixel 7からチェックしていきたいと思います。まずはデザインです。え、Pixel 7と Pixel 6を並べてみました。いかがでしょうかえ、今回ね、まあ、なんだろう。 ま、デザインの傾向としては、ピクセル6を引き継ぎつつ、気持ちなんかポップで可愛らしくした感じかなっていう印象があります。まあ、この辺りね、実機で印象変わってくるかもしれないんですけど、画像から見るにそんな感じがしています。まあ、あの、今回もね、引き続き背面は横ラインでカメラを搭載しております。まあ、特徴的ですよね。この辺りはまあ、 ね、賛否ある。で、個人的にはカメラの出っ張りがどのぐらいになっているのかっていうのが気になりますえ。見る感じは結構太めになってるなっていう印象がありますね。で、全、えー、面デザインについては上部にインカメラ。で、今回もベゼルは結構 この辺りは、まあ、ピクセル6とあまり大きな変化はないように感じました。で、カラーについてなんですけれども、3色展開です。オブシディアン、スノー、レモングラスのこの3色。えー、特に今回、このレモングラスって色がなんか可愛らしい感じですごい気になってるんですけど、まあ、オードのね、やっぱりホワイト系、ブラック系もなんかいい感じのカラーになってるんですよね。うーん、まあでもこうやってやっぱね、色々並べてみると、なんか今回のデザイン賛否分かれそうですね。 皆さんどうですかデザイン僕はね悪くはないけどすげえ好きかっていうほどでも。 ないかも。はい。じゃあ、えー、その他スペック仕様についてちょっと詳しく解説していきます。えー、Pixel 7。今回ディスプレイサイズ6.3インチの有機イディスプレイを採用しています。えー、Pixel 6では6.4インチだったので気持ち小さくなってます。えリフレッシュレートについては最大 90Hz 駆動。これは引き続き同じとなっております。で、本体サイズ見ていただけると、今回ね、横幅がちょっと小さくなって縦にも短くなってます。で、厚さも気持ち薄くなっているので、まあ以前の Pixel 6よりも僕はより使いやすくなって じゃなないいかなと思いますで、重さ見てほしいんですが、ピクセル7は 197g、ピクセル6は 207g だったので、ここね、結構でかい。10g の差は結構でかい。これ多分持った感じで、体感でわかるぐらい軽くなってると思います。いや、ピクセル6を使ってて、すげえ欲しいなっていうポイントだったので、重さが軽くなったっていうのはもう非常に嬉しいポイント。もうこれだけで僕は買いだなって思います。バッテリーよりはピクセル7が 4355mAh。えーピクセル6 X が 4,614mAh と気持ちバッテリー容量減ってるんですよね。ここが、うん、あの、ね、去年の Pixel 6もバッテリーもち正直そんなに良くなかった。 な,んですよね、なので、ここ減らして大丈夫なのかっていうところが気になるところではあるんですけれども、えー、なんとですね、今回 CPU、ちゃんと新しいのになってます。Google Tensor G2。まあ、いわゆる第2世代の Google Tensor ですね。えー、これになったことで、もしかしたら省電力性も上がってんじゃないかなっていうところに期待をしております。まあ、去年のね、Pixel 6は Google Tensor、まあ、独自チップ初搭載をしたっていうのが話題になってたんですけど、その独自チップがこの今回第2世代のね、Google Tensor G2。 G2 になって、まあ、どれぐらい性能アップしてるのかえ。この辺りはもう本当に楽しみだし、やっぱり第1世代に比べれば、第2世代は絶対に最適化も進んでるし、良くなってると思うんですよね。まあ、本当にこの辺が楽しみですえ。で、メモリとストレージについては全く同じ。えメモリ 8GB でストレージが最大 256GB となっております。キャリア版の取り扱いね、ストレージがどうなってくるのかっていうのは、まあ、今後楽しみなポイントかなと思いますえ。外部ストレージについては非対応です。スピーカーはステレオスピーカー。音どうなんでしょうね。これ気になるね。でカメラ カメラについてメインカメラ、えー、ピクセル7はデュアルカメラ搭搭載載5000 1200万万のの広角1200万画素の超広角を搭載しておりますピクセル6と、まあ、カメラの構成は同じなんだけど、どれぐらい撮れる写真が変わってるのかっていうのは非常に楽しみ。で、ちなみに、ピクセル7の、まあ、個人的にすごい楽しみだなって思う機能が、シネマティックボカシ機能。iPhone 14シリーズとかにも搭載されている、シネマティックモードっていう機能があるんですけど、動画撮影時にひたたを写すと、その背景がボケるっていう機能なんですけど、まあ、似たような機能が今回、 7シリーズにも搭載されましたそれがシネマティックぼかし機能これがね非常に楽しみなんか追従してきた感じねはい <laughs> 動画性能はね、うん、正直今まではね iPhone の方が僕はいいなと思ったところがあるので、まあ、この Pixel7 シリーズでどこまで進化してるのかが非常に楽しみですえインカメラについてはシングルカメラ搭載しております1080万画素のシングルカメラとなっております Pixel6 では800万画素のシングルカメラだったのでここはね性能アップしてますあの カメラもよよりにに撮れるるうになっていると思います非常にね楽しみですねえその他仕様なんですけれどもピクセル7えワイヤレス充電引き続き対応イヤホンジャックは引き続き非搭載ですえ注目ポイントはここ生体認証なんですけれどもえ従来モデルのピクセル6では指紋認証画面内指紋認証のみだったんですけれども今回のピクセル7はなんとですねついに顔認証指紋認証どちらにも対応しました、まあ、これね念願ですね本当に念願やっぱり こう、アンドロイドの良さって、指紋認証も顔認証もどっちも使えるっていう、この魅力が僕はいいなって思ってるので、今回ようやく両方対応してくれて、すげえ嬉しいなって思います。ピクセル6の発売当初なんかはね、指紋認証がやっぱりね、うまくいってないところがあったので、今年のね、ピクセル7ではそのあたり、まあしっかり しっかり強化、向上してくれてるんじゃないかなと、そのあたりも楽しみにしております。まあ、最悪顔認証があるから大丈夫だと思う。うん、ここは、顔認証対応、めっちゃ嬉しいです。えー、防水防塵については IP68、対衝撃には非対応です。お財布携帯にはもちろん対応しております。はい、えー、ここまで Pixel 7を見ていきました。えー、今回の Pixel 7は Pixel 6から細かいところをしっかり修正してきたなっていう印象があります。えー、サイズ感小さくなって、重さが軽くなって、で、指紋認証だけじゃなくて、顔認証だけじゃなくて、 も対応したまあ、そういった感じでピクセル6のダメなポイントをしっかり修正してきてる感じがあるので非常にね楽しみですねはい価格についてはちょっと後ほどご紹介します 次に、Pixel 7 Pro をご紹介していきたいと思います。まずはデザインです。Pixel 7 Pro と Pixel 6 Pro を並べてみました。こちらも Pixel 7同様ですね。まあ、去年の見た目をそのまま引き継いだような感じで、気持ちカメラ部分が変わっています。はい。まあ、あのー、ね、Pixel、えー、7同様ですね。まあ、このあたりは好みが、えー、ちょっと分かれるんではないでしょうか。えー、個人的にはね、悪くないのかなって思います。で、えー、Pixel 7との、まあ、ちょっと違いなんですけれども、Pixel 7ではフラットなディスプレイなんですが、 7 pro では両サイドが気持ちエッジがかってるので、まあそういった違いがあります。えー、全面デザインについては上部にインカメラ、えー、下部のベゼルとかは結構細身に仕上がっている感じがしています。はい、実機が楽しみですね。で、ちなみにカラーなんですけれども、えー、カラーは三色展開です。えー、オブシディアン、スノー、ヘイゼルのこの三色展開となっております。えー、皆さんはどのカラーが好きですか僕ね、意外とヘイゼルが結構好き。でもね、結局、結局ね、黒になると思う。うん。 いや買うとは言ってないようん買うとは言ってないまだ椿さんの許可が 得られてませんはい。じゃあ、ここからは Pixel 7 Pro の詳しい仕様、えー、をチェックしていきたいと思います。えー、まず、ディスプレイなんですけれども、6.7インチの有機 l ーディスプレイを採用しております。Pixel 6 Pro が6.7インチだったので、一緒になっております。リフレッシュレートは最大 120Hz 駆動。ここも引き続きですね。で、本体サイズ、ちょっと見ていただきたいんですけれども、えー、縦にちょっと短くなって、横幅は気持ち大きくなりました。はい。このあたりね、どうなんでしょうね。まあ、持ちやすさ、そん、本当に少しだけの話なので、まあ、そんなに持ちやすさも 変わらないと思うんですけどまあ、個人的に横幅がね増える分にはいいのかなって思いましたうんどうなんでしょうで、重さについては 2g だけ増えておりますえ極端に重くなったとかはないんだけどまあ、そもそも 200g 超えなのでまあ、やっぱちょっとね個人的には重いなって思いますねまあ しょうがない。で、バッテリー容量については 5000mAh 大容量バッテリーになっております。気持ちバッテリー容量減ってます。まあ、気持ちね。はい。で、えー、CPU については、えー、Pixel 7同様ですね。Google Tensor G2 を搭載しております。動作が非常に気になります。はい。で、メモリ、えー、12GB。ストレージは 128GB と 256GB。まあ、このあたりもね、Pixel 6 Pro と同じ感じになっております。外部ストレージについては引き続き非対応。スピーカーはステレオスピーカーを採用しております。 次にカメラチェックしていきます。メインカメラは Pixel 7 Pro トリプルカメラ搭載です。5000万画素の広角、1200万画素の超広角、4800万画素の望遠を採用しております。これペリスコープ式望遠を採用しておりまして、広角5倍となっております。Pixel 6 Pro では構成はも全く一緒。実は Pixel 6 Pro では広角4倍だったんですけれども、Pixel 7 Pro では広角5倍になっているので、このあたりはどのような感じの違いがあるのかっていうのが非常に楽しみですね。 おお菓子にもも対応ししてりりますすののでこの辺りも楽しみでこ楽みピクセル7と7プロの大きな違いはやっぱりこの望遠の搭載有無かなって思いますやっぱり望遠をよく使う人にとってはピクセル7プロの方が僕はいいと思います、えー、インカメラについてはシングルカメラ1080万画素を採用しております、えー、その他使用をチェックしていきます、えー、ワイルス充電対応イヤホンジャックは非搭載、えー、生体認証こちらもですねピクセル7と同じです顔認証と指紋認証、えー、画面内指紋認証をどちらも対応しております、えー、ピクセル6プロでは指紋認 だだけだったので何、まあ、か欲しいなと思ってたんですけれどもいよいよ、えー、両方対応これは非常に嬉しいです、えー、防水防塵については IP68 対衝撃非対応抑え受けたには対応しておりますピクセル7 pro についてもなんかすごい大きく刷新されたかっていう感じよりかはどちらかというと去年のモデルをよりブラッシュアップさせて完成度を上げたっていう感じの印象を受けますまあ実際に実機がどうなってるのかわかんないんでねこの辺はね実機うん実機が楽しみですね ではですね、ここで Pixel 7と Pixel 7 Pro のそれぞれの違いをざっくりまとめておきました。まずディスプレイの違いがあるっていうところ。えー、画面のサイズがね、Pixel 7は6.3インチで Pixel 7 Pro は6.7インチ。で、フラットかエッジかっていう違いもあります。リフレッシュレートもそれぞれ違います。あとはね、本体のサイズ感とか重さ。で、バッテリー有料もね、こう比べるとやっぱ結構違うので、あの、注意してください。で、あとはメモリの違いだったりとか、えー、さっきも言った通りカメラの違いですね。えー、デュアルカメラかトリプルカメラ。えー 応援の有無っていうのは結構大きなポイントになってくるので、このあたりね、自分がどんな写真を撮りたいのかっていうところで、えー、事前に考えて選んでいきましょう。 それでは最後、価格をチェックしていきたいと思います。Google Pixel 7の価格は、Google ストア版 128GB が82,500円、256GB が97,900円です。Google Pixel 6が 128GB が74,800円、256GB が85,800円だったので、まあ、あの、基本的にはちょっと値上がりはしてるんだけど、やっぱりこの円安のことを考えると、すげえよく頑張ってくれてると。 思います海外ではね、ドルベースでは価格据え置きみたいなので、うん、この価格ならね、 マジありだと思う。えー、発売日については2022年10月13日からとなっております。もうすぐですね。えー、予約についてはもうすでに、えー、始まっております。欲しい方はお早めに。続いて Google Pixel 7 Pro の価格をチェックします。こちらも Google Store 版が124,300円税込みとなっております。えー、256GB が139,700円、えー。去年のね Google Pixel 6 Pro が Google Store 版が 128GB、えー、1 1 6 1 6 0 0円だったので、こちらも気持ち価格はやっぱり上がっちゃってるんですけど、まあこれね、よく頑張ってる。2回目。え、円安をね、考慮したらね、これ十分ね、いい値段だなと思いますね。ドルベースと価格据え置きになっておりますので、まあこういった点からね、うん、すごい良心的。うん、これは普通に買いだと思うな。 こちらもですね、発売日は10月の13日。予約はすでに開始しております。ぜひね、チェックしてみてください。それではここまで Google Pixel 7シリーズをチェックしてきました。いかがだったでしょうかいやー、Pixel 7もね、Pixel 7 Pro もめちゃくちゃ楽しみですね。今回やっぱりあの、僕的にはやっぱりチップですよね。第二世代の Google Tensor。ここがとても楽しみですで。あとはやっぱりカメラね、まあどのぐらい、えー、進化してるのか。 この辺はね、まあ、実機、うん。実機ね。えー、それ以外にね、やっぱり今回、指紋認証プラス顔認証に対応したっていうのも非常に魅力的。そして最後やっぱ価格ですよね。価格はやっぱり去年よりは日本円にすると、え、円安の影響でね、やっぱ高くはなってしまってるんだけど、それでもよく頑張ってくれてると思います。えー、非常に買いやすい価格。え、8.3万円ぐらいからのね、え、ピクセル7がスタートになってるので、まあ、十分買いやすい一台になってるんじゃないかと思います。えー、詳しいピクセル7 シリーズのね詳細は動画エランに貼っておきます。そちらからぜひねチェックしてみてください。えー、引き続きですね、今後もこのチャンネルでは Pixel 7シリーズの最新情報を追っていきます。ぜ、え、ひ、ー、ねチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンいいねもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。じゃあ僕も予約していきます。